球界の損失トレンド入り。なんかもう今の時点で球界の損失ドラフトとか言われててくさ、言ってる人はみんな負け惜しみですからね。ドラフト結果一つで球界の損失というパワーワードをすぐ言っちゃう野球界隈の方がやばいだろう。飯うますぎ。 A クラスにドラ1行方が損失です。チュニドラファン言われてますよ。何をもって損失なのかな。ここから新たなスタートなのに。うるせえ、竹内だって同じようなこと今年1年中言われてたわ。それでも新人王確実って言われてるでしょ。球団は関係ないの。今んとこ否定はできないなどうなることやら。これから球界のスターに仕上げるんやでします。ごめん、鼻ない球団でほんとごめん。あざーす。日本社会の損失は黙れよ W。 この人の思考回路の方が残念やな。飯がうめ、飯がうめ。あらたかわいそうに。誰も取れなかった阪神ファンさん、金丸が球界の損失は無理ある。球界の損失損失とか言ってるやつら、立浪政権3年の地獄見た俺らに多少の報いがあってもいいだろう。宗山を外したホークスファンだが、勢力均衡という意味ではむしろ健全だと思う。ご視聴ありがとうございました。